先月の静岡祭りで許可なくドローンを飛ばしたとして静岡市に住む男性2人が書類送検されました航空法違反の疑いで静岡地検に書類を送られたのは静岡市葵井区に住む左官の23歳と34歳の男性2人です2人は先月7日静岡市の駿府城公園で開かれた静岡祭りで 大人数が集まり飛行が禁止されている場所にもかかわらず許可なくドローンを飛行させた疑いが持たれています警察によりますと2人は桜を取りたかったなどと容疑を認めていて使用されたドローンは重さ500グラム以上あるということです静岡祭りの警備に当たっていた警察官が2人を発見したということです